行くぞ。どうする？やってやるか。行くぞ。
せ。先制攻撃だ。協力頼む。見せてやる。敵はまだ残ってるわ。気を抜かないで。続けて攻める。気に切れ。この力なら叩き切る。大丈夫か。氷よ。いいさ。これで片付いたみたいね。キャッ。どうする。セッツ。敵が勝つ。押し切った。今だ。焦らないで。俺に続け。行け。敵はもう残っていない。しばらくは安全だ。何かの役に立つんじゃない？もらっときましょう。見て。やつの隠れ家か。これは。砂虫の匂い。それであの人間。くそ。匂いくらいで騒ぐ。今な誰か。違う。なんだ。気を抜くな。やつの位置がわかる。逃げてったみたいね。お前が灰ザメか。何者だ。こいつが灰ザメ。有事不足とはな。有事不足。見るのは初めてか。都会を追いやられたしがない種族さ。どうやら狩りができたようだな。その姿騎士だな。それとも手配。両方だ。さらった人たちは何のことだ。その獲物。特務。よそ見するな。参る。おとなしく捕まる気はない。少々痛い目にあってもらう。使わせてもらう。灰染め。これを使うことになるとはな。現せい。合わせていくぞ。行け。見えている。広い攻撃は読まれてる。一回ずつ狙って。せい。やっ。俺ならどうだ。体を揉め。せい。隊長、素早さを下げられた。力を貸して。頼む。強い。広い攻撃は読まれてる。一回ずつ狙って。せい。こいつ。やっ。かすり傷だ。せい。やっと。
片付けるか。癒しの力よ、守りたまえ。ユージフの身のこなし、ついてこられるか。よし、片付けるか。ミオ、我々の結束は。甘い。強い攻撃は読まれてる。一回ずつもらって。負けるか。やっ。セイ。やっ。これ式。セイ。これならば。これを使うことに。やっ。灰染めが増えた。ファイター。この程度か。あいつはどこ？これならどうだ。体の手などに。かすり傷だ。やっ。怖いか。俺の戦場だ。敵の猛攻が来るよ。マジシャン。これ。うん。偶然か、それとも。だがこの程度で。癒しの力。ヒーラー。輝け。ユージフの身の子。この身に宿れ。使わせてもらう。これ式。王者の魂をここに。あくびが出そうだ。やっ。せっ。やっ。せっ。キーラー。浄化の力。その程度か。やっ。せっ。負けるか。こういう手もある。体が重い。シルケンデルブの素早さが低下中。よし、片付けるか。はい、外れだ。だがそれはわ、とっておきだ。やるぞ。マジシャン、氷を。その程度か。これ式。これならどうだ。やこいつ。かすり傷だ。油断も慢心もせん。
片付けるか。状況を確認する。ユージフの身のこなし、ついてこられるか。相手をよく見るんだ。無断も慢心もせぬ。状況を確認する。よし、片付けるか。みんな無事か。癒しの力よ、守りたまえ。癒しの力よ、守りたまえ。キーラー輝け。そんな期待外れだ。なんで怯えちゃってる。よし、負けるか。いや、長生きしたければ生きて。簡単にはやられんぞ。攻撃が続くよ、耐えて。任せた。大丈夫。この局面が我が正義にかけて。死なせはしない。最善を突き。ファイター。この程度か。ほう、思ったよりやるな。そっちも事情があるんだろうが、こちらとて同じ。おとなしく捕まってやるわけにはいかん。な、奴はどこ行った。一瞬で消えたぞ。数で囲んでもこれか。腕が立つのも厄介だが、その前に血のりが違いすぎる。けどあいつ最初に現れた時、人間から私た多分な。放っておけば姿も見られず知った気になる。それより未だ我々は無名で、民の支持を集めているとは見なされてないんだろう。悔しいが仕方ない。とりあえず小屋の中でも探ってみる。人さらいの手がかりがつかめるかも。そうだな。そっちを先に見てみるとするか。うん、やりましょう。どうも。どうする。
つが。なるほどな。とはいえ、
ここ。そうだ。それって、そうか。なあ。うん。なるほど。じゃあ。よし。よし、作戦実行だ。藍染め、姿を見せろ。うわ、声の反響すごい。大声出すの気持ちいいな。ならいっそ、あの耳がやられた状態であの怪物と鉢合わせて、やっと出てきたな。一つ、なるほど、そういえば言って、冤罪なら真実を言え。なぜそう思う。お前、辛い思いをしたはずの親が待てよ、故郷を見殺しにした連中、死体に。そうだな、話しただけで通じるようなら悪いが、息子の弔いも済まさず死刑台へ登る気はない。帰らんというの。やっと待った。覚悟。無限に命を取りたくはないが、帰還というなら覚悟してもらうぞ。こちらにも聞けない理由がある。すごんだくらいで追い返っ、使わせてもらう。なんと、やるじゃないか。今度は逃がさないんだから。
手加減はなしだ。何が出そうだ。一刀に何やろ。ザッ。この力で燃えろ。無駄キーラー輝け。来たーの靴を出し惜しみはせん。王者の魂をここに。この程度か。やる。こんなものか。一刀に吹く。なんだ。ザン。やる。スロールが冒険だ。行くぞ。大丈夫。ありがとう。ありがたい。なんだ。な、ほらあれ。はあ。なんで期待してないぞ。これが戦場だ。これならどうだ。はっ、一戦一刀に吹く。なんだっけ。隊長が忘却状態。技が封じられてるよ。はっ、首が出そうだ。あ、はっ、一戦。私はこれならば。この程度か。なんで怯えちゃってる。やっ、こういう手もある。体が重い。なんとやるじゃない。隊長、シュルケンベルクが不安状態。王者の力嫌われたら危ないじゃん。止めに破れ。そうだ、一刀に吹く。なんだ。やる。長生きしたければ引け。はっ、一戦が続くよ。せいぜ、加減はしない。とんだ期待外れだ。使わせてもらう。やっ、あなたのために。頼りにしてる。さすがだな。なんだ。な、ほらあれ。何が出そうだ。なんで怯えちゃってる。せい、やつ一刀に吹く。私はこれならどうだ。この技、ストロールが不安状態。行くぞ。壊れたら危険よ。燃えろ。こんな期待外れだ。せい、こういう手もある。こんな重い。やつ、この程度か。頑張ってる場合、しっかりして。これを使う。せっ、ファイター。本物には影がない。落ち着く。加減はしない。フォローしてる。危ないよ。ヒルゲンベルグ、しっかりして。使わせてもらう。ザン。なんだ。本物は影を見ればわかるわよ。地面をよく見て。はあ。あと一人か。まさか。危ないよ。ここまでか。悪くないな。また強くなったよ。また強くなれたみたいだな。容器なしで魔法を一体。まずはそっちの話から。周りを見てみろ。さらったものをどこに。濡れ衣だと言いたいのか。王都にまで。無関係か。人のいい連中。壇を追われ、騎士の座も奪われ。それでか。少年を殺め。
ザメは本当に人さらいの犯人では？そうだったが、町側もいい加減な。何しろ賞金をかけたのは領主で、警備隊長自ら王都まで。向こうにも疑うべき。裏を返せば、警備隊と灰ザメ、ここへ来た時のこと思い出してみろ。お警備隊が本当に我々をはめたと言いたいのか。バカ、嘘つきが。言ったろ、決めつけは。むしいいだろう、気の済むように調べる。どうした？何言ってる。帰りはそっちが先導するんだ。案内が。本当に変わった。もういいだ。悪いが。構わん。冤罪なら晴らされるべきだが。その時は明日バードンに連絡を取ろう。けど今夜は灰ザメをどうするの？おいおい、まず仕方ない。今夜のところは。しかし、しかも連れは騎士団出身者、それに上等な凱旋者まで。お主、実はルイ。あ、にしても誰も。まあ次の王が決まるまで拙者が生きている保証もない。神器臭い話してるな。今晩は狭い車内でおっさんたちと三人か。ぼやくな。地獄耳だね。ねえ、さてどこにしようか。神王が決する日にまた一日近づく。大砂虫の大群に追い回される夢見。灰ザメ、凱旋者でおとなしくしてるかな。後で様子を見に行かないとね。あと今日はバードン。起きてるか。たった今バードンの。待って、今も縛られたまま。とにかく
しか。うわ、貴様、頭から水をぶっかけてやる。おい、うわ、なんだ。そうだ、そいつが脅かすからよ。いくら聞いてもわけがわからない。あんたわかる？わけがわ…ともかく…お前、ニューラスに何を話したんだ？昨夜奇妙な音を聞いて、住民の失踪と関係があれば…藍染めは…霧が濃くて、足音の主…子供の靴…夜半過ぎだ、往来に子供なんていない。なら…だが万平曰く…出てない。じゃあまさか犯人は町の中。そういう、こうなるとバードン全部ぶつけるべきだ。拙者も連れて行け。早まるな。賞金をかけた相手のところへ。真犯人はおそらく連中の身内だ。拙者を隠せば罪人をかくまったと言われてしまうぞ。お主らの言った通り現お前、とにかく、ば、おお、これほど短期間で。どうした？顔色がよく。別に。ありがとう、あなた方に頼んで。その前に一つ聞きたい。この事件。も、隊員が。人さらいが起きた夜、ユージフが荒野へ走り去るのを何度も見た。大体この辺でユージフの。うん。ああ、妙だよな。手配書では犯人はこいつだ。おかしいな。実本当なの？隊長、隊員の俺より門番の兵の証言もあるんだ。警備隊をバカにするな。いいだろう。何です？揉め事です？あ、いえ。今のは聞こえたか？いや、そういうことか。あ、灰染め、探すんだ。屋敷の出入り口を。ダメだ、どこにも。何か感づいた様子だった。この件、バードンはおそらく悪事、嘘の目撃証言で灰染めに罪を着せたわけ。あのモリスという男、どうだろうな。ニューラスの酔いがそろそろ冷めてる頃じゃない？少しはまともにしょ。おかげさんで水。じゃあ改めて。くっそ、藍染めの話だけじゃない。ちょうど藍染めを水ば、この世のもんじゃねえ。不気味な子供の頃の俺に恐怖を刻み込んだ童話に出てくる冥府からの使者そのものでよ。震えが止まんなくなって、助けてくれ。どうどうどう、落ち着いて。仮に本当に怪物とやらの仕業だとして。確かにな。とりあえず領主の古城に。
いいか。確か。なんだ。行くぞ。見て言えよ。気をつけろ。こいつらが。違う、奥だ。奥にいるあれがそいつ。番犬たち。ここで一体何をしている？なぜ住民をさらう？なぜ？餌の金欲しさに子供。ユージフ野郎、お前に俺をずっと穴蔵に隠れてたくせに。貴様。いや、過去から逃げ、現実に目を背けていた結果がこれだ。命を食い物にするなどもちろん許せん。だが何より許せんのは、家族を奪われる痛みを知りながら穴蔵でほうけていた拙者自身だ。汝追憶にたゆとう一人、憂いを抱える旅人に立ち止まることをやめ、あなたは歩み出した。道を選ぶ時です。選ぶ？忘れる道などない。過去は消えない。何かに変えていくしかない。己自身でも。ありがとう、気高き若い女神師人。これよりは恐れも不安もあなたの光。何時王道を照らす輝ける星よ、目覚めなさい。我が名は灰ザメノクトゥール。望みは生まれで命が損なわれぬ世界。泥臭くても、そのために戦おう。すまん、手を貸してもらうぞ。やれ、奴らを止めろ。モリス、逃がさん。どけ、化け物ども。